村上ロックと申しししまますすよろしくお願い,いたしますこれ体験者の方40代半ばの男性なんですがこの方今から20年ほど前とある地方にある工場に勤めてらしたそうで,である晩のことなんです。仕事残業ねちょっとしまして夜7時過ぎだっていうんですがこの工場を後にしてでその当時この男性 工場から数百メートル離れたこの工場の寮で生活してたもんですからその寮に向かって歩き出すでこの同じ敷地にあるんですけどねその中の細い一本道ここをずっと歩いていくただこの道っていうのが夜になると街灯がねほとんどなくて非常に薄暗いこの道の脇に公衆電話が一つありましてでちょうど彼がこの公衆電話の横に差し掛かった時突然この公衆電話が びくっとしたんですけれども数秒間どうしようかなって考えた彼結局その受話器を手に取ってみたんです。と取った途端受話器の向こうから若い男の声がする「あのあの俺、えっと、今日部屋帰ってきてでその後ご飯食べてたんです」。いやそしたらねあのふっと顔を上げたら目の前に知らない女いたんです。 で、俺びっくりして「わっ!」って声を上げたらその女消えちゃってで「あれ俺なんで,で電話かけてるんですかね?」って言ったままと切れてしまう。まあ、非常にね奇妙に思ったんですけど彼寮の部屋に戻った時にはその出来事をこれも不思議ですけどねすっかり忘れてたって言いうんです でその日ね仕事が長引いたっていうのもあって非常に疲れてたんでしょうもうさっさとご飯食べようと思いまして食事の用意をしてこの男性まあ一人の部屋でね食事をとってた時なんです。自分の目の前に全く見知らぬ女が立ってるただこれって突然その,その場でねふっと現れたってわけじゃないんです最初から立ってるんです。 なのに彼その瞬間までこの女を認識できていなかったんですこの女誰なんだろうと思わず「あの」って言いかけるんですけどもうまく言葉にならない「うわどうしよう」と思った時に彼思わず「わっ!」と声を上げたとその途端この女目の前でふっと消え失せたんです まあこんなこと目の前で起こってねパニックですで彼何をどうしていいのかもわからないただこれも自分でもなぜこんな行動を取ったのかっていまだに不思議なんだそうですけどこの男性自分の携帯を手に取って知らない番を押したんですでそのまま耳に当ててしばらくコールをすると誰かがガチャッと出たとでもその人物にすがるようなつもりであの っって言って言たっったたたた今あった出来事をその人物に話したんですただ話し終わった時ふと彼も「あれなんで俺電話かけてるんでしょうね」この相手の人物に聞いてしまったって言うんです。まあ、これねどういう現象なのかなんてもちろんわからないんですけどただこれ。 自自分自身に電話をかかけたんじゃないかこの男性がね適当に番号を押した相手ってその公衆電話につながってそれに出たのって数十分前の自分自身なんじゃないかそんなお話を投稿していただきましたありがとうございますはい OK です もうとにかく考察のしようもないどういう現象なのかがわからない、まあ、ただやっぱりこういろんな方のねお話不思議なお話って聞いていくと、まあ、もちろん怪談というねスタンダードな幽霊出てくるっていうものもあるんですけど中にねそうじゃない、まあ、どちらかというとこの SF 的といいますかねこの時空がどうこうっていうような話ですとかやっぱそういった類の話ってのも多いですね。 あ,あのこれもね不思議であの僕割とこう子どもの頃の記憶ってはっきり残ってるんですよね3歳ぐらいから僕あの記憶って一番古い記憶だとねあるんですけどただ、まあ、他のことは割とはっきり覚えてるのにこの階段にいつ興味持ったのかなぜ興味持ったのかっていうのはわからないんですよね。もうそれこそ物心ついた時には好きでしたね。 なななぜ好きになったのかもかもわらないんですけどだから子どもの頃大人を見るともうすぐ近寄ってってもうどんな人でもねあの怖い話聞かせてって言ってましたけどそうですねやっぱりテレビ本もいっぱいありましたしまあ今と違ってね僕子どもの頃ってテレビでもそういったね怪奇特番みたいなもんっていっぱいあったんですけどただやっぱこう。 一つ見ちゃうとね欲というんですかもっともっとっていうのがこう出てくるんですよねで今みたいにそのネットがねあった時代じゃないしどうしてもこう自分でこう目にするものって、まあ、本にしてもそうですけどやっぱ限りがあったんですよねなので、えー、もっともっとってなると、まあ、自分のね両親含めその親族の大人たちでお盆正月になるとねあの 親戚んち行くんですけどもそこで集まる大人おじさんおばさんとかねいとこのお兄ちゃんお姉ちゃんにまで何かちょっとでもねそういった話ないかっていうのはうんやっぱりそのうん理解できないもの人間のね理解の範疇を超えたものっていう、まあ、未知に対する興味なんだと思うんですけどもねっていうものが一つ。 プラスやっぱりその怪談ってなるとじゃあその現象だったりね物語っていうのをどう話すのかどう人に伝えるのかっていうその話術話芸の部分だったりえそういうところにも惹かれますねその表現力というんですかね。ね全然その怪談なんてあんま興味もないえでもね居酒屋でふと隣にあったおじさんにねなんかそういう話ありますかって言ったらあの決してその トークがうまいわけじゃないんだけど僕とつをしながらもこの独特のその方の言語のセンスでこう話してくれると妙なこうリアリティが生まれたりとか,だかそういう部分がおそらく好きなんんだと思うんですよね、えー、今回ねお話しさせていただきましたけれどもこのお話を送ってくださった方本当にありがとうございます、えー、そしてですねこの番組では、えー、このようにねいろんな方からお寄せいただいたお話を、えー、まあ 今回はね、僕ですけれども、いろんな方が自分なりの手法でお話しするという企画ですので、皆様、ぜひぜひね、そういった不思議な体験をお持ちという方はね、えー、ご応募ください。ぜひよろしくお願いいたします。